佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。私の趣味の一つとして映画鑑賞というのがあるんですが、実は先月末以前ゲストに来ていただきました宮野圭司監督作品のニートニートニートという作品をですね、ようやく劇場で拝見してまいりました。実は今回その作品に関わっておられるスペシャルゲストの方にも後でお入りいただけるのですが、まずは作品を拝見した感想ですね、私から簡単に、申し上げますと、舞台が、北海道になっていまして、北海道の広い大地がこうたくさんこう出てくるんですけれども、あとは名所ですねがたくさん出てきまして、で、ニートの3人組とあと1人女の子がね、4人で、北海道をですね、旅をするというロードムービーになっておりまして、本当にとても絵が綺麗、そして音楽もすごく素敵で、こう見ている私もですね、こう一緒にこう北海道をこう旅している感覚にしていただける、そんな映画だなというふうに思いました。はい、で北海道ということで地方ロケですね、私もまたこう一回福島にね地方ロケ行かせていただいたことあるんですけれども、またこう違う県、都道府県にね、ぜひ地方ロケに、行ってみたいなというふうに思います。はい、そして作品情報としてはですね、監督は先ほども申し上げましたが、宮野圭司監督です。そして出演者がですね、安井健太郎さん、山本涼介さん、森田美優斗さん、ともりあつきさんです。はい、で上映がですね、ちょっともう劇場で、もうやってるとこがちょっと少ないかもしれませんので、ぜひですね DVD が出た際は皆さんぜひ DVD でご覧いただければなというふうに思います。はい、さて大変遅くなってしまいましたが、改めて私佐藤美久は普段女優タレントとして活動させていただいております。最近の代表的な活動としては来年公開予定の映画22世紀偶話に主演として出演させていただきました。また毎月今お聞きのラジオ以外に第1、第3金曜日夜にネット配信番組 MeToo ショーでカタカナ佐藤美斗というネットアイドルという設定でゲーム生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックをお願いしておきます。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。毎回のことですけれども、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただきたいなというふうに思います。まずはじめにですね、番組のオープニングでも、お伝えしましたが、宮野圭司監督のですね、ワークショップが11月5日にありました。はい、本当にこう映画の監督の方にこうワークショップをしていただけるというのはやっぱりなかなか貴重な経験をですねさせていただきまして、本当にこう熱心にこう宮野監督もですね教えてくださって、本当に自分のためになったっていうか、もちろんそうなんですけれども、もっともっとやっぱ頑張っていかなきゃいけないなというふうに やはり改めて感じましたね。はい、またもし宮野監督のワークショップがあった際はぜひ参加させていただきたいなというふうに思いました。宮野監督本当にありがとうございました。そして続いてはですね、あるドラマなんですけれども、この主演の方がですね、お笑い芸人の千原ジュニアさん、そして、大東俊介さんが、出演されているドラマに参加させていただきまして、ありがたいことに2日現場に参加させていただきまして、はい、で現場がですね、とあるラーメン屋さんで、すごい
あの人気のラーメン屋さん、あの普段かあの営業されている時がすごい人気のラーメン屋さんらしく、あのすごいよくこう撮影現場でたくさん使われている場所だったみたいで、まあ、そういうところにあの現場で行かせていただけるっていうのは、まあ、やっぱりなかなかあのないかなというふうにあの感じまして、本当にあのいい貴重な経験させていただけたらなというふうに思います。はい、続いてがですね、日本テレビさんで、1月21日、スタートの月曜深夜24時59分からの、ドラマに参加させていただきました。主演がですね、主演の方が、カトゥーンの上田竜也さんです。はい、あの初めてあのお会いというかあの現場に行かせていただきまして、もうあの某というか体育会 TV のあの出演されてらっしゃる姿そのままで、こう熱い感じがあのこう現場でこう取り組んでる姿が本当にかっこいいなというふうに、はい、思いました。はい、で続いてがですね、あるあの大きな映画に、現場に参加させていただきました。あの場所はですねあの言えないんですけれども、あの非常にあのこの活動させていただいて、私が活動させて3年くらいですかね、あの中で初めてな出来事で、あの、まあ、洞窟といいますか、あの地下の方に入っていきまして、あのその中にこうセットが組まれてるんですけれども、いやーもうなんかちょっと感動しましたね。あ、こんなところで撮影ってできるんだっていう風にあの思ったところもあったりとか、あのこれもまた本当に貴重な経験させていただけたかなという風に思います。あの非常に公開そして、情報解禁が非常に楽しみでございます。はい、続いてがですね、日本テレビさんの、毎週水曜日夜10時から、放送されておりますドラマに、参加そして、オンエアがございました。はい、であの現場がですね、すごいあの一本道で、イチョウかなのあの通り、イチョウ通りって言えばいいのかな、あのイチョウの木がいっぱいこうあって、で一本道なんですけれども、あのなかなかストレートの一本道って結構探してもあんまりないんじゃないかなと思うんですけれども、そこをあのこう一般の、そうですね、エキストラではない方、一般の、ね、方々がですねこう入ったりこう映ってしまう時が結構ありまして、いやこれスタッフさん大変だなと思いながら、まあ、私もこうスタッフの側に立つこともありますので、すごくちょっと苦労をあの感じ出て、あのでもこれもすごくあの楽しい現場だったなというふうに思います。はい、そして続いてがですね、Amazon プライムさん他にて、私が出演させていただきました戦慄女子撮る女編がですね放送中ということで、いや嬉しいですね。あのぜひまだあのご覧になられていない方はぜひ Amazon プライムにて見ていただけたらなというふうに思います。はい、そして、10月からここ市川うららへむさんで毎月第2第4日曜日12時から12時半放送中、新番組ケタのしおりのリアルドライ、収録ございましたので、ぜひ皆さん、放送をですね聞いていただければなというふうに思います。はい、この1ヶ月間ですね、もう、今年も終わりますから、はい、あの本当にまだまだ来年もしっかりね頑張っていこうと思います。以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフューチャーされた注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン、今回もお忙しいところわざわざ推しメンの方にお越しいただいておりますので、早速お話をお伺いしていきたいと思います。今回の推しメンは映画監督宮野啓二監督のご紹介でオープニングでもちらっとお話しさせていただきました映画ニートニートニートの音楽を担当された音楽プロデューサーの菅大輔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは、菅大輔さんについて簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。菅大輔さんは音楽プロデューサーであられるとともにご自身も
ミュージシャン、アレンジャー、ギタリストでもあります。先ほどからご紹介させていただいております宮野監督作品ニートニートニートや夢二愛の飛ばしりでも音楽をご担当されていらっしゃるほか、いわゆる皆さんがご存知の某アイスや車などのメーカーの CM 音楽、大学のプロモーション映像、ドラマ、映画の音楽担当はもとより写真家、画家、映像作家など様々なジャンルのアーティストとのコラボレーションも展開されてらっしゃる、正直私のようなご新人俳優がなかなかお会いできないようなアーティストの方をお迎えしてだいぶ緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、早速なんですけれども、はい、まず、はい、そもそもこう音楽の道に進もうと思われたきっかけは何だったんでしょうか？はい、5歳からピアノをやってまして、はいはい、で、10歳の時にピアノの先生にお前はもう何もならんとでこうクビになったんですね。はい、そんなことがあるんですか？で、15歳ぐらいにこう中学校3年生ぐらいにバンドブーム、はい、こう友達の間でこうバンド組もうぜみたいな話が出てきた時に、その我々の中でもそういう話になって、はい、でこうみんなバンド組んでいったんですけど、こうすごいですね、聞いたのが割と遅くってその話を、はい、もうギター、はい、いわゆるこうボーカル、花形のボーカルとかギターとか、はい、ベースとか埋まって、はい、最後ドラムしか空いてなかったんですよ。はい、はい、でじゃあ俺ドラムやるわっつって、そんなこかそうです、でも難しくないですか？いや楽しかったですよ、すごく。あ、はい、結構すぐできてる、割とある程度のレベルまではもうやっぱ若い時はもうずっとそればっかり、ドラムにこう集中して、はい、そうです、やるんで、でそれをやっていくうちに、はい、なんかこう、あ、音楽って面白いなと、はい、思って、でなんとか、ずっとこう音楽に関わってられたらなというのがきっかけで、はい、でそのずっとやるためにはどうしたらいいんやと、あー、なるほど、はい、この音楽を続けていくには考えた時に、なんていうんだろう、ずっとそのプレイヤーだと、はい、やっぱ現場、うん、現場でっていう、はい、はい、そうですね、はい、ですんで、あんまりこう出不精だった僕は、あ、そうなんですね、それはもしかしたら向いてないかもしれないと、あ、こう中学校ぐらいの時に思って、はい、すごい、もう中学生でそういうことを、でそれだったら曲を、あ、作曲家ってかもしらんと、かっこええやんっていう、すごい、はい、のでこうドラム叩きながら思ってたわけですけれども、はい、ある日すごく大事なことに気がつくわけです、はい、ドラムでは曲が作れない、あ、なるほど、はい、音がこう3つ下1個とあとシンバルがあるだけ、あ、なるほど、なるほど、なんで、でこれはあかんなっていうのでギターを始めたんですよ。ピアノはちょっとトラウマがあったんで、あ、はい、首というか、あ、そうなんですね、ドラムを経てギターに進まれるという、はいはい、なるほど、すごいです。いやいや、とんでもないです。以前はい、ゲストに来ていただきました、はい、宮野監督とは、はい、こうどういったこうご縁でこうお知らいになられたんですか？はい、イメージ愛の飛ばしりという作品があったんですけれども、はい、それの音楽家を探してるっていうので、僕のところにやってみないっていうのが来て、はい、で条件がこう、はい、うまく合うならその納期とか、はい、監督とのこう、あ、いえいえ、プロデューサーと話、プロデューサーさんと、はい、話して、じゃあ一回こう撮影所来てくださいっていうラッシュ、はい、仮編集、荒編集を流すからっていう、はい、ので行ったところで初めてお目にかかったっていう、あ、そうなんですね、確か調布の日活だったと思うんですけど、あ、はい、はい、うん、その時のこう宮野監督のこう第一印象っていうのは、はい、それがねいや、僕こう駅から歩いてたんですね、多分10分15分ぐらいで駅から、はい、撮影所まで着くはずなんですけど、はい、それで、歩いてたところもうほぼ目の前になった時に、はい、タクシーがブワー来て、はい、そうキューッと止まって、はい、こうガチャ開いたわけですよ、はい、そしてこうふらーっとこうふわーっと降りてきはって、あ、この人ただもんじゃないなと、あ、はい、絶対こうオーラーが、そう、なんかこうすっごい疲れた感じ、あ、はい、なるほど、多分もう押し押しでこう疲れてたんだと思うんですけど、単純に、あ、そうでた時に、あ、この人多分なんか関係者やなと思って行ったら監督だったっていう、宮野さんだったということで、そうです、宮野監督だったっていう、
最初はもうオーラ、はい、すごいなという何かこう何かやる人やなって思いましたね、はい、そうなんですね。ありがとうございます。今本当プライベートでも仲良くさせてもらってて。そうなんですね、はい、ございます。あの、こう多分よく聞かれる質問だと思うんですけども、はい、あのどういったこうタイミングで あの作曲ってされるんですか。やっぱりこうなんか降りてくるっていうか。そうですね、あの例えば映画の場合だと、はい、あのもう映像を見ながらもうただひたすら見るっていう、はいはい、そうするとそのなんて言うんだろう、映像にないものを足す場合、はいはい、とあるものをこう広げる場合、はい、はい、なんかその何かありきのものを作るときはそんな感じですね。もうただひたすら見る。こう映像を見て、はい、こう自分のこう降りてくるっていうじゃないですけど、まあ、ものをこう作っていくってことなんですね、はい、それかもずっと鍵盤かギター弾いてるかどっちかですね。はい、こう鍵盤こう弾いてると、はい、やっぱまたこれもまた降りてくるんですか。そうです。あ、でも先ほどご紹介いただいたの、はい、夢二愛の飛ばしりの、はい、メインテーマ、はい、夢二に関してはメインテーマがあって、それをこうどんどん派生させていくっていういろんなバージョンでっていう手法、大元のテーマってこう、はい、作っていく感じなんです、ね、なんですけど、はい、あのは、歩いてる時だ、どっか打ち合わせ行った帰りに、はいはい、こうふわっと浮かんできて、はい、ですごい、はい、で iPhoneはい、録音機能あるじゃないですか、はい、こう口笛吹きながらざっとの中、こうおかしい人になってかっこいいで結局それを家に帰って、はい、こう清書して、あ、これええやんっていう譜面に起こして。そうです、はい、なるほど、そうなんですね、はい、ただ菅さんの場合は、はい、いわゆる普通の作曲さんとは違って、はい、こう CM とかこうドラマ、はい、映画、プロモーション映像と、はい、こう私たち素人から見るとやっぱり全くジャンルの違う音楽をご担当されてると思うんですけれども、菅、はいはいはい、さんの中でこう曲を作られてそれぞれのジャンルの違いっていうのはどういうものなんですか。あ、さっきの話とつながるところがあるんですけども、はい、例えばやっぱり何かがあるもの、例えば CM だったり映像、まあ、映像があるものはその映像を補佐するかこう広げるか、はい、やっぱどっちかですね。あ、そうなんですね、はい、映像に先ほどと話一緒なんですけど、はい、足す場合もあれば、うんうんうん、そうないものをこう足していく場合もあれば、はいはい、あるものをこう広げていく、はい、菅さんは、はい、普段こう映画とかってご覧になられますか。はい、映画はたまに見ます。あ、はい、本当ですか。はあ、こう最近の映画、はい、あ、もうですけど古い映画の方がよく見るかなという。そうなんです。それはやっぱりこう音楽を中心にご覧になられますか。はい、やっぱりこう映画音楽はいいですよ。へえ、はい、ご自身がこう聞いて、はい、いる中で、はい、こういうメロディーいいなっていうのはやっぱりあります。もちろんもちろん、はい、そうなんですね。やっぱりこうなんていうんだろう、もう差がというか、はい、その映画を見ててもやっぱ音を常に聞いちゃってますね。あ、はい、物語もそうですけどやっぱり音楽がすごく気になる、はい、そうです、なりますね。あ、はい、そうなんですね。たまにこう耳にする言葉で、はい、劇版、はい、っていうのはどういう意味なんですか。もう字のごとく、はい、感激とか演劇とかの劇に人弁にこう半分の半の伴う、伴奏の伴、はい、そうです、伴奏の伴で劇伴なんですけども、はい、劇に伴う、はい、はい、もう読んで字のごとく。あ、なるほど、はい、です。こう映画ドラマとかにこう演技で流れる伴奏音楽、はい、そうです、伴奏音楽、そうですね。あ、はい、なるほど。なのでまあミュージック映画とか、はい、なんて言うんでしたっけ、あれオペラじゃなくて、はい、オーケストラ、はい、とかですかね、か、はい、歌いながらこうやるやつあるじゃないですか。歌いながら突然歌い出すやつとか。あ、はい、はい、ミュージカル、ミュージカル、あ、ミュージカル、そうそうすいません、今私も降りてきましたすいません、そうミュージカルですね、はい、だととかだともうそれがその本筋主なんですけども、やっぱりこうストーリーがあってこう誰かと誰かが話し合うそのシーンとかだとやっぱこうそれをに伴うもの
っていう意味でやっぱ劇伴っていう言い方は言えて妙だなと思いますね。あ、なるほど、はい、そうなんですね。で、あの映画とかこうドラマの場合は、うん、こう作曲っていうのは、はい、こう撮影前に始めるものなのか、はい、それかあの実際にこう撮影された先ほども、はい、あの絵があった状態でご覧になってからなのか、はい、それともこうセリフが入った状態のものをご覧になられるのかっていうのはありますか。まずやっぱ台本をもう読み込む、読み込むっていうほど読んでないかな、まあ、4、5回読んで、で、お話の流れ、要は起承転結があってっていうのをなんとなくこうインプットして、でそのそれから実際映像を見せていただいて、はい、まあ、あのその台本の段階でなんとなくイメージ、もう本当になんて言うんだろう、もやもやもやっと、はい、したもんですけど、イメージ膨らませて、はい、で実際映像を見せてもらって、はい、さあどんな曲にしようみたいな、はい、はい、あ、そこでご考えて、ね、そこから考えますね。やっぱラッシュ見てからっていう、あ、はい、もういろいろこう台本とかこういろいろ見てからご自身の中で考える、はいはい、やっぱりこう実際台本その文字の情報に絵がついた際、はい、あとその役者 の, その心の動きとかがついた際ってやっぱり印象が変わることがあって、はい、ね、役者さんの考えとかもありますからね。はい、で、あの特に宮野さんは本当にこう、はい、心の動き、あ、はいはい、を大事にされる、それもあのワークショップで、あ、行かれたんですか。はい、そうです、あの教えていただきまして、そういう心の動きが大事なんだよ、はい、っていうのをすごく教えてくださいました。そう、はい、監督さんなんで、はい、あのやっぱりこう絵からの印象がやっぱり一番大事にしなきゃいけないものなんじゃないかなと。あ、なるほど、はい、で、はい、あのその楽器、何を使う楽器を、はい、その何の楽器をどういうふうに使うか、例えば、夢二だと、はい、あのバイオリンをほぼメインで使ってるんですけども、はい、あのバイオリンとはいえ弦楽器だったら何でもいいとか、チェロでもいいのかビオラでもいいのかとかあるんですけども、はい、なんでバイオリンなのかとかっていうのをこう話したりとか、はい、あ、なるほど、はい、で今回 の,、はい、あのニートニートニートで、はい、一番ご苦労された点というのはありますか。はい、もうご覧になった方だったら分かると思うんですけども、はい、私も、はい、拝見させていただきました。はい、あの途中こう点描のシーンがあるんですけども、はい、あのそのシーンを、候補曲を 3,4 曲作って、はいはい、あの宮野さんにこう監督にこんなんどうですかっつって、はい、こう渡したのこうどうもピンとこないと、はい、あ、なるほど、はい、なんかこういい時はもうすぐなんていうの、あ、これいいやん、いいやんっていう感じでなるんですけど、はい、こう反応がこういまいち でそこでね、こう、はい、宮野さんなんか雑誌のインタビューとかで喋られてたと思うんですけど、はい、あの物語の根幹に関わる隠されたこう設定みたいなことを言ってくれたわけですよ、はい、もう結構ね押し迫ってる、はいはい、時にでそこでこうわーっと考えて、はい、で、じゃあちょっと過去の楽曲当てていきましょうかって言って、僕がそれこそもう本当に10代の頃から作ってる曲とかを当てていったら、ちょうど20歳ぐらい、もうおよそ20年前ぐらいに作った曲がぴったり、はいはい、なるほど、はい、ここであって、じゃあこれを使おうということになったんです。そのシーンが一番苦労したかな。結局ぜひ皆さんそちらね、はい、見ていただけたらなというふうに思います。ではですね、あの、はい、今後あの手掛けられる作品などはご予定ございますか。はい、あ、今のところこれっていうのはないかな。はい、あ、分かりました。今後こう何かこうやっていきたいというもの、はい、あ、もう何でもやりたいですね。あ、何でもやりたい、本当に関わること以外でも、はい、はい、例えば映画だと、はい、あのいろんなことが劇の中でできる、はい、あの例えば CM の曲作ったりとか、はいはい、できるんで。はい、した。あの今後ともこちらこそよろしくお願いいたします。あのそろそろお時間が来てしまいましたので、はい、喋りすぎました。はい、いえ、とんでもないです。本当にありがとうございました。とんでもないです。はい、今回のゲストはですね、はい、音楽家の菅大輔さんでした。はい、菅さん本当にお忙しいところ、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。はい、
皆さん、なんともうエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報等に関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。